何にしようか。カレー。カレーいいよ。じゃあお肉買っていこう。うん。何にしようかな。鶏肉、豚肉。豚肉。おっぱれ。はい、もと。バカ。うるせえ！お前さ、めんどくせえんだよ。他にもいいんでしょ？そっち頼りなよ。ねえ、お姉さん、これしてくれた感じ？そうだけど。ありがとう。すっごいとこで寝ちゃった。気をつけな、あなたみたいな子狙われるよ。こんなめんどくさい女誰も相手にしないし。何それ。お姉さんこそいつもこんなとこいんの？狙われるよ。私なんて生きてて死んだようなもん。なんだそれ。ねえ、クミもここいさせてくんない？はぁ、あ、家帰んないよ。家で少女見返るとこないの？てか、まだ少女いける？やっぱ。いや、わけわかんない。あ、ねえねえねえ、中野文、23歳寝カフェと男の家でなんとか生きてきたホームレス。昨日、ついに男に捨てられまして、所持金たったの660円です。でしょ。やっぱマイホームは可愛くないとね。どう？可愛い？こんなとこにずっと暮らす気ないからね。せっかく作ったのに。絶対ホームレスなんかやめてやる。内緒。気になる。見せて。なんで？いいじゃん、見せてよ。
タバコ吸うんだ。ふみもやめたんだよね、タバコ。いる？ちょっと吸ってみたい。はい。ふみか、私の名前。富が美しさを加える、真逆の名前。富ってお金だけじゃなくない？ふみかが生きてきた時間、全部ふみかの富だよ。私、親に捨てられてるから最低な時間しか生きてないよ。やっぱりふみたちそっくりだ。ふみは別に違うでしょ。どうかな。あんたさ、全部嘘でしょ。え、何に怖いんですけど。自分殺して生きてきたんでしょう。そうしないと生きていけなかったから。あのマンション、この明かり全部に家族があって生活があるとか信じられなくない？でもさ、いつも一人だから、だから分かるよ、似てるから。遅いし帰るよ。待って。私たちおばあちゃんになっても一緒にいるのかな。そうかもね。ふみはね、普通のママになって幸せになりたい。私はちゃんと働いて社会で生きていきたい。幸せになれるかな。ふみか。うん。何そのお腹。何、妊娠してるとか。ねえ、どういうことか分かってんの？分かってるよ。自分が一番分かってる。
も踏みたいの。ママになって生きる理由が、権利がちゃんと欲しいの。バカすぎ。バカだけど、文はママになる。そうやってバカが産んだのが私たちじゃん。子供に同じ思いさせんの。違うよ。近くて何かのせいにして見て見ぬふりして生きて、でもいつまでもこのままじゃダメなんだよ。私たちさ、もう変わんなきゃいけないとこまで来てんの。ふみかだって分かってんでしょ。待って、2、3日のくせに知ったようなこと言わないでよ。私がゴミ集めて貯めた金、ふみの言う通り、自分の人生親のせいにして楽になろうとしてるだけ。違う違う、ごめん。それ全部あげる。いらないよ。バカ、気づいてたよ。ふみが妊娠してんの、なんか最初っから。でも怖くて言えなかった。重なるんだよ、ふみが。でもふみは違うから。ふみなら愛せるよ。ママになれるよ。だからそれでもう